ヤッホーこんにちは、もちおです。今日はリクエストをたくさんいただいた新居に来てからのルームツアーをしていきたいと思います。まだね、住んで2ヶ月くらいなんですけど、気に入ってるところもあれば気に入ってないところもあったりとかあるんですけど、まあ、今のね、現状のお家の様子を見せていきたいと思います。玄関入ってすぐのところは傘立てがあって、お香がね、こう煙が鼻から出てくるっていうシステムのやつだったんですけど、私お香がどうやら苦手のようでしてですね、1日で使わなくなっちゃったんですけど、ちょっと可愛くて、見てこの表情、捨てられないので、ここで玄関のね、守り紙をしてもらうようにしてあります。あとはフィードディフューザーですね。で、そっちの方にお守りがあります。で、時計で、鍵があって、これは視聴者の方にいただいた、ワインだったんですけど、まあ、美味しくてね、なんだかインテリアにちょうどいいなと思ったので、ここに置いてあります。貝を玄関に置いとくと運気が上がるみたいなので、貝殻のやつを置いてあります。で、下が靴入れですね。お母さんが置いてったスリッパとか、あとバドミントンとか、水をね、弾くスプレーとか、ほうきとかが入ってます。暗い色の靴ばっかりですわ。なんだか玄関のこの上にも収納スペースがあって、ここにはこんな感じで、ストックのね、トイレットペーパーとかキッチンペーパーとか、そういうのが入ってます。まあ、ここ玄関には基本的にお水とかお茶のストックが置いてあります。で、玄関進んですぐのところに、まあ、トイレがあります。こちらトイレですね。トイレって書いてあるやつ、まあ、スリッパがあって、こんな感じでトイレですね。キャスキットゾーンの紙袋には生理用品が入ってます。で、このトイレにね、収納スペースが何もないんですよ。何もない、ここしかないんですね。なので、さっきのなので、玄関の戸の中にトイレットペーパーとかそういうのを入れているようにしてます。使えるところは使ってるっていう感じですね。この扉がウォークインクローゼットになるんですけど、ウォークインクローゼットの中はライブ配信とかでウォークインクローゼットの中紹介してるので、そちらの動画をぜひ見てください。お部屋に来ると、ここキッチンですね。今日日当たりがいいですね。まあ、シンクも広くてですね、まあ、いろいろ置けちゃうっていう感じです。まあ、この辺はあんまり変わってないかな。今度キッチンツアーを、もし希望があればキッチンツアーをしていきたいと思います。キッチンはこんな感じですね。で、こちらの扉がですね、洗面所につながっております。この入り口にかけてあるこの袋は、折りたたみができるスーパーの袋です。袋で開けて入っていくと、こちらが洗面所になります。ここも、これは先輩にもらった髪の毛ブエってあげるやつ、タオルがあって、こっちが洗面台ですね。上の方に上の方にあれです、香りのやつ、まあ全然しないですけど、あって、こっちのプーさんの入れ物の中にポリデント、あとそちらの容器ですね、これです、これ、これが化粧水が入ってます。お風呂から出た後にシュッ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 ってたまにするので、でその下が、ここを櫛と、あとバスボムとか、そういうスクラブもらったやつとかが置いてあります。で、その横がコンタクトのケア用品と髪の毛固めるやつ、その下もコンタクトですね。あとこっちのね、このハンドソープがね、終わりそうで終わらないので、こっちのハンドソープいただいたやつなんですけど、ありがとうございます。使えないんですけど、これのこっちのハンドソープが終わったら、あっちを使おうかなって思ってますね。で、ここにあるコップは何用かっていうと、さっきのポリデントを入れる時ですね。ポリデントなんで使ってるのかっていうと、私は矯正、歯の矯正しててマウスピースが入っているので、それを洗浄するためのものになります。歯磨き粉なんで2種類あるのかっていうと、普通の時に使うやつと、着色が気になってきた時に使うようですね。この下も収納スペースになってます。
下の方は本当にストックものが多いです。コンタクトとか洗剤とか安い時に買ってね貯めてあったりとか、あとこっち旅行に行く時に持ち運びが軽くできるようなもの、小さい洗顔フォームとか。あのグローブは何のグローブかっていうとお掃除用のグローブです。ここには歯ブラシが入ってます。体重計と、まあ、着てた服を入れるやつですね。でこれは珪藻土のマット、光と一体化して壁に紛れているわ。ここ洗濯機なんですけど、あの私タオル、バスタオル2日に1回くらいしか買えないので、昨日使ったバスタオルがそこに干してあります。で上がタオル入れと、あと網ですね。でその上が洗剤たちを置いてあります。ここお風呂なんですけど、上がボディスクラブと入浴剤です。いただいたもの多いですね。あとこれが顔メイク落としと顔洗うやつ、洗顔フォームですね。あとこれが最近使ってるシャンプーとコンディショナーとヘアパックと、あとボディーソープになります。気に入ってすごい使ってるやつですね。アンパンマンがいるかわいい。お風呂を洗うやつはこれなんですけど、あのこういうねクリップにこうかけてあります。でここですね、キッチンの反対側なんですけど、本当にねここにキッチンとねこっち側の世界を隔てるやつが欲しいんですけどなくて、ここちょっとごちゃごちゃしてるようでしてない。これが貯金箱、小銭貯金してて、これがメモするためのペンとかですね。でこれがリップとか絆創膏とか、なんかすぐ使いたい化粧品っていうか、そういうのが入ってます。髪留めとかで、これはちょっと今電池がなくて動かない時計と、100均に売ってるアイテムなんですけど、弟に作ってもらって、その作ったやつは私がもらっているっていう。これはコストコ購入品で紹介したクマです。でクマの横に扉があるんですけど、ここもストック系が入ってます。化粧品とかのストック、あと綿棒ですね、うん、あと飴が入ったりしてます。ちょっと全然ピント合わないですけど。でその横に、まあ、全然使ってない腹筋ローラー、一番下の灰色のところには皆さんからいただいた大事な大事な手紙が入ってます。次私が一番いることの多いここを紹介していこうかなと思うんですけど、夏に欠かせないクーラーですね。最近撮影するときにどうしても暑くてクーラーつけちゃうので、ブーンって言ってて申し訳ないんですけど、ここに時計があります。赤の時計、これお母さんにあのラズベリー作りなさいあんたって言われてもらったんですけど、なかなか作れてない。あとアクセサリーとか買ってたり、これさあの、まあ、ちょっと安かった時計っていうのもあるんですけど、ここがねペロペロって取れてきちゃって、もうそろそろあれかなっていう感じ、まあ、こんな感じですね。ここに USB とかが入ってます。で好きな本と、ここがメガネ置きですね。メガネまだあった気がするけど、ここメガネ置きです。ゾウがいるわね。これはイヤリングケースと、これがよく使うアクセサリーがここに、灰皿なんですけど、この灰皿ちょっと可愛くて買っちゃいました。なんかこういう感じでよく使うやつですね。ここなんですけど、化粧品とか試供品を入れるやつで、でこれがあのエンコーダーとかコンセントと回線系が入ってますね。で、任天堂スイッチがあって、これカービィガチャガチャのやつで引いたんですけど、最初私これが出て次の週くらいにお母さんにカービィから出て引いてって言ったら、カービィ出してくれて、でデデデ引いてよって言ったらデデデ出してくれて、え最後残ってんのこれじゃん、出してよって言ったら全部出してくれた一発で、マジすごいなお母さんって思った瞬間でした。まあこんな感じですね。ですね、あそこに
ハンカチがあって、ハンカチの上にあの石鹸をね、固形石鹸を置いておくといい匂いがずっとするのでおすすめです。あとはあっちにカメラケースが置いてあったり、メガネケース、あとストックの日焼け止めがここにあります。あとはあの取扱説明書とかをファイルに分けて入れてあります。で、ここ PS4 ですね。コントローラーとかゲームのソフトがあります。で、ここを引き出しの中なんですけど、あの収納は基本テトリス方式で入れてますので、こんな感じですね。前の動画のルームツアーの時に確か中身紹介してあるので、そちらを見てください。で、こっちも開けます。こっちは薬箱とかティッシュとか、マスクとかが入ってます。で、次これです。これ何かっていうと、これ工具入れなんですけど、あの化粧品がたくさん入ってます。化粧品ボックスですね。メイクボックスです。なんで工具入れに入れてるのかっていうと、まあ顔面を、まあ、工事するみたいなもんですから、メイクは工事と一緒だなって思ったので工具入れに入れてます。で、これカーテン、窓のとこなんですけど、これおばあちゃんが緑で買ってくれたカーテンの留めるやつです。かわいいです。鏡が2つとティッシュ、あとパソコンが置いてあります。ソファーです。ベッドルームに行きましょう。前使ってたカーテンで、最近夏暑いので扇風機が欠かせないですね。なんか最近ベッドのレールのところかな、なんか枠のところにひびが入ったみたいで、乗って寝るとギシギシって、ちょっとそろそろ寿命かもしれないですね。2年目なんですけど。あ、お尻がかわいい。まあ、ティッシュがあってクマがいます。最近このベッドシーツすごいかわいいんですけど、さくらんぼ柄で、これはアマゾンで買いました。これがね、もうちょっと棚の上に置きたいなと思ってるんですけど、ヘアアイロンとドライヤー、あと、まあ、ボディクリームとか化粧水、乳液とか、ヘアのヘアケア用品ですね、がここに置いてあります。ということで、今日は私のお部屋をざっとルームツアーしてみました。バイバーイ。